令和2年9月1日、およそ1年4ヶ月ぶりに阿蘇中岳火口の見学が再開されました。午前10時、ゲートが開くと、観光客を乗せた車が次々と火口を目指して進み、また駐車場入り口では新型コロナウイルス対策として検温も行われていました。先月18日に噴火警戒レベルが1に引き下げられ、火口見学再開に向けてガス検知器などの安全点検が進められていた中岳第一火口。安全面の確認が終わり、阿蘇市などで作る阿蘇火山防災会議協議会は、昨日9月1日に立ち入り規制を解除することを決定しました。およそ1年4ヶ月ぶりに賑わいを取り戻した阿蘇中岳の火口。観光客たちは火口を覗き込んだりして、大自然のエネルギーを体感していました。JR も開通した。そして来月には、北側復旧ルートも開通する。このタイミングでですね、火山の方も落ち着いて火口見学でお客様を迎えられるようになったっていうのは非常に嬉しく思います。なお、中岳・高岳への登山ルートはまだ再開されておらず、今後ルートの安全点検などを行ってから再開される予定です。